おっと右、まあ、中倉が話していたのはこの戦いは非常に背負うものが大きいと、世界タイトルはもちろん天竺選手との完全決着、これももちろん、そしてルミナ選手、マッハ選手、リオン選手を差し置いてのメインイベント、これにも意味があるんですと話しています。このツアータイトルがシュート伝承、10年前に憧れたシュートでどれだけ進化したかを見せることができるか、これを中倉選手テーマにしています。アッパー入りました、一つジャブから右の強いパンチだ、天竺やっぱり、ね、こうなると潰されます、首相撲の形になります、かなり背中汗かいています天竺。朝日さんどうでしょう。いやー、本当に天竺やってはならないということをずっと、本当にこのリズムっていうのがこうなったらなるよとここなんですよ、ね、何言ってるか分かんないかもしれないですけど、まあ、あの攻撃的にはね、ワンツーワンツーなんですよね、漠然たるリズムを続けちゃってるんでね、また出血が始まります天竺。でも朝日さん、これは天竺に対しては修正を期待するよりもそのままさらにもっとガンガンいけということ。いや、もう修正なんかできるってことじゃないんだよだから本当に中倉の距離ですよね、これもう全てのリズムも、うん、そうですね、うまいですけどね、中倉うまいな、さっきのこの左ジャブうまいんですけど、これ天竺が逆じゃなかったらもっと前出てこれないですけどね。ただ問題はこれ漆谷君の場合同じようなアウトボクシングやってドローなんですよね。はい、そうでしたね。だから中村は特にハードヒットはないんですよね、ちょこちょこ振ってるだけで、うん、ハードヒットは漆谷君の今大きいがこの前どうなるんだ、うん、そうですねということも、そういう言い方もできますね。右、関根さん、でも本当にこのジャブですよね、中村は。そうですよ、距離取るのうまいですよね。右ロー、ローもちょこちょこ当ててるだけのローになってくるんで、特に効かすためじゃないですよね、うん、アウトボクシングですか、本当うまいけど、左確実にジャブを入れています。でも中村自身も勝つためのテイクダウンをやってるんですよね。何か狙わないと、あのシュートのさっきの判定見た場合でも、はい、この場合だと確実なポイントは難しいんじゃないかなって、うん、ただ宮崎選手の方も特に今満たしてないけど、汗が光ります。天竺は話しました、中倉選手は全てできて頭もいい選手、自分とは全然違う、自分は何もない、悔いを残さないように戦うだけですと話しています。ジャブ右入れた。でもそういうのは客観的に分かっていることが一番大きいですよね。あ、なるほど、そうですね。ここで第2ラウンド終了、終了です。うん、浅井さん、両方ともちゃんとしたもの欲しいですよね、多分。あ、そうですね、判定難しいですよね、これどうなるんでしょうね、これだったら難しいですね、ジャッジの基準になるみたいなものですか、どうなんでしょうね、だって分かんないですけど、でもこうなった場合はもし、でもマストじゃないですからね、シュートの場合はね。そうですよね、まあ、ちなみにドローですと王者はなしです、ね、チャンピオン決定戦ですから ね、 そうですね、はい、マストジャッジではありません、はい、それなんとなくさっき の、 その漆谷選手と、はい、あのミッキー君の2人やった展開、ちょっと思い出す、似てますよ ね、 そうですね。ただ第1ラウンドに1本0でのテイクダウンというのは印象はいい。ただテイクダウン取った瞬間起き上がっちゃってるんですよね。あれアマチュアでもノーポイントなんですよ。あ、なるほど、ね、キープしない、ただ投げてこのまま回ってるんで、うん、お客さん的には喜んだかもしれないけど、試合的には、はあ、はあ、確実なことが今両方ともあるとしたらカットです、ね、このラウンドですね、そうですね、結構これ取れば両方どっちが勝つかじゃない、はい、そうですね、関根さん、両セコンドがどんな指示をしたか、これも楽しみですね。そうですね、もうとにかく前に蹴って天竺選手を追えたんじゃないですかね、うん、中倉はどう指示を受けたか、どう出るか、これで前出たら、でもすごいですけど、でも宮坂相手に前は、うん、なあ、そうですね、ハイキック、はい、これはガードしています、やっぱ変えてきましたよね、ちょっとだけ、ちょっと流れ変えましたね、まあ、目先を変えるような右のハイを一つ放った中倉、ミローキック、それは迫り出る、それがポイント取れって言われたんじゃないですかね、もしかしたら、いや、ここは入らせません、両肩を押し返すようにしますが、こういう部分でもどっちが取るかと、左脇を誘うかというところ、また体を下げて戻した。本当に左コツコツですが、今度は顔面グリグリ入れていくようにします。天竺は右のまぶたのところカットがあります。中央を抑えながらボディ、顔面を吠えている、うなるようにしている、嫌ですよ、両選手とも今吠えました。さあ、もう噛みつき合いのようになっています。ちょっと出てきましたね。そうですね、出てきましたね。ミロー中倉
足をすくおうというところ、天竺はまだ出ない。逆にこの先に手を出すのは中倉です。しかしジャブ以降の攻撃はまだないか。入ってくる右前蹴り、ジャブ前蹴り、ジャブ、そして今度は右左、また出血が始まった。天竺ボディから左、三月さんどうですか。いやー手に汗握りますね。だからでも僕の理想としてはシュートの試合なんで、はい、グラウンドに行ってほしいですね。見事に立ち技を取れないですねグラウンドは。すごいね、シーグローブのキックやってるもんじゃない。そうですよね、左、まあ、贅沢な望みなんですけど、そうですね、そういう展開が見られるともっとね面白くなるんで、ね、はい、でもお互い腰も強いし、特にそういうのは得意なタイプじゃないだろうから。そうですね、やっぱ宮坂に一発やるっていうのも嫌だもんね。そうですね、ワンツースリーまで行きました。ここもしかしよく見ています。関根さん、特にこの大会はいろんな波乱が最終ラウンドとかで起きてますからね。そうですね、まだ時間ありますからね。半分を切りました。最終第3ラウンド、リミット70キロシュート世界ウェルター級チャンピオン決定戦です。チャンピオンは9位、前チャンピオンの川尻選手が返上から1年4ヶ月もの間、そのウェルター級のベルトは眠り続けました。遠い距離でしかし当てています両者。皆さん、天竺左回り出るようになったんですよね。ワンツーフィンク、広いことになってるんですよ。サイドフック、これ4本当たる、4本すれば当たるんですよね。残り時間2分切ります。シューティングジム大阪、背中見えている中倉、そしてピュアブレッド大宮、天竺頑丈。ここでも疲れてる時に何かが来るやつってやるんですよね。何か知らないけど離れてくれないかなって。これが天竺頑丈か。肩パンチも入れる中倉、左ショートレーン、今度は右の肩パンチか。1分半切ります。さあ離れ際、これが中央右のローキック。ああいうのどう判定が取るのかというのがあれですよ ね、 すね、ジャブとロー、ジャブとローなんで大体確実に入れてるんですけど、どうなんだろう。右のパンチは空を切ります。肩を振りながら前に出てくるところ、残り1分、体を目まぐるしく動かしています。汗が光る天竺頑丈、中倉の目もいい、距離は上手ですよ。打ってこいと中倉、フェイントからここでジャブです。ようやくいやらしいですね。入れたロー、いや散らしてきます。うまいな、うまいですよね、はい、ただこれをどう取るかですよ。いや放送席もそして会場もうなる、今度は湧いた会場が、今は逆に手につきますね。ですね、そうですね、前に詰めていきます。残り時間が20秒、それ何かしないけどこう来る。そうですね、ただいきます。さあ残り時間がいよいよ10秒です。ドローの可能性もありますね。ありますね、難しいですよね。ドローの場合は王者は生まれません、決定しません。さあカウントダウン始まっています。タイムアップ、試合終了です。試合終了、両手を上げたの、いや2人とも両手を上げてましたね。さあ関根さん、いかがでしたでしょうか。手に汗握る試合ですよね。やっぱりこうベテランがうまみを出した感じですよね。確かに。泉さん、いかがですか、ね、本当に、ね、ドローでもおかしくないし、どっちの勝ちでもおかしくないような試合なんですけども、難しいですよね。本当にチャンピオンになるって難しいんだなっていうのをこのチャンピオンシップを見て感じましたよね。そうですね、はい、まあ、本当にこうジャッジがどう取るかという、もうこれはもう任せるしかないところで、最大限お願いします。サブリカード30対28、同じくサブリ横山30対29、レイ鈴木30対29、以上3対2で新チャンピオンは有久保真中倉大輔。